よいたのニュースチャンネルです。視聴者などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。今回はですね、早々にこう売り切れであった鉄印帳に関する記事と関連サイトを合わせて紹介していきますので、よろしくお願いいたします。はい、まず最初の記事はこちら。ちょっと古いんですが、上毛新聞の7月15日ですね、鉄印帳馬鉄分が完売、販売開始6時間で全国16社増刷を検討とあります。記事を読んでいきます。群馬県の渡良瀬渓谷鉄道、これが和鉄ってことですね、渡良瀬渓谷鉄道が加盟する、第三セクター鉄道等協議会が10日に発売した全国の40鉄道会社の主因を集めて回る、鉄印帳税込み2200円は13日正午現在、和鉄分を含む16社で完売した。同協議会は増刷を検討している。全国で初版5000部を制作、各社に110冊が配布された。和鉄の、総合駅でしょうか、もしくは佐賀来駅と佐賀では、10日午前5時の販売開始前から数人が来場で、大間々駅でも、取り扱ったが初日で両駅とも9割近くが売れ、11日午前11時に完売した。つまりもう1日2日も持たなかったレグですね。同社は首都圏から近い立地に恵まれ、多くの人が方が訪れてくれたと、あ、そういうこと、あ、喜んでいた。なるほど。いろいろは大学生がやっぱり地方に多いんですけれども、こちらですね、群馬県にあるの渡良瀬鉄道、群馬にあるということで、比較的方の都心から行きやすいということで、こう、数日2日で売り切れたということなんですね。はい。やっぱり5000円ってのはですね、少なかったと思うんですよね。はい。ちょっと次の記事こちらですね、乗り物ニュースからですね、こちらは8月15日の記事になります。鉄印帳人気で増刷1万冊路線維持に期待、三セク鉄道とあります。あ、8月14日ですね。はい、8は時事通信なんですが、ちょっと読んでいきたいと思います。はい、全国の第三鉄道に乗った証を集められる鉄印帳が人気だ。三石鉄道40社で作る、協議会が企画したもので、7月10日に販売を開始したところ、1ヶ月も経たずに完売した。例えば、渡良瀬鉄道では2日だったんですが、その他の鉄道ところでもやっぱり地方で、買いづらかったところなどもあったと思うんですが、それ以上1ヶ月も経たず完売したんですね。大幅に増刷し、18日から販売を再開する。新型コロナウイルスで乗客が減って経営が厳しくなる中、関係者は鉄道旅の思い出と一緒に路線を残すことにもつながればと期待している。鉄印帳は自社をめぐって御朱印を集める御朱印帳の鉄道版だ。1冊2200円で三石鉄道の駅窓口で買える。鉄印帳と乗車券を提示すれば鉄道1社ごとに独自の鉄印をもらえる。基調料は300円から40社分すべて集められた特製のカードを入手できる。なかなかこうコレクター心をくすぐる形ではありますね。はい、で、協議会は当初5000冊を用意し、各社に110冊を割り当てた。実際に鉄道に足を運んでもらうため、駅窓口での販売を基本とした。ただ、販売開始後は早いところで数日で完売。こちらですね、渡良瀬鉄道ですね。はい、で、8月5日には追加で割り当てた分を含め、全社で売り切れたという。あ、なるほど。協議会事務局次長の、元坊浩二さん、本坊浩二さんは、これまで鉄道に乗っても記念品がなかった。鉄印帳は思い出としての地点も残り、地方鉄道をめくるきっかけにもなると力を込める。増刷は初版の倍となる1万冊。色は現在、紺1種類だが、ピンク、緑、水色、黒を加える。購入者の大半を男性が占めており、女性ファンの獲得につなげる。なるほど。三石鉄道は経営基盤が約2019年度は40社中33社が赤字だ。度重なる災害やコロナ禍が乗客の減少に拍車をかけている。7月の豪雨では熊川鉄道、肥後オレンジ鉄道が被災した。小田元坊さんは、地方鉄道にとって厳しい状況が続くが、いろんな人に乗ってもらうことが路線維持につながると話していると言います。こちらですね、第三石道等協議会の加盟者、北海道からぐーっとこう本州がありまして、四国、九州までこんな感じありますね。はい。こんな感じ。こういった感じの、御朱印とか御上印ならぬ、鉄印がこういう感じでもらえるということです。はい。こちらですね。はい。福島民友新聞、こちら8月18日の記事です。初版5000冊完売、鉄印帳公表、4つの新色くらい1万冊増刷へとあります。はい、記事を読みます。本件関係3社を含む全国40の地方鉄道に乗った証し、鉄印を集めてもらう取り組みが人気を集めている。基調用の専用冊子、鉄印帳は発売から1ヶ月足らずで初版の5000冊を完売、公表を受け18日から追加販売が始まる。鉄印帳はこれまで紺色だけだったが、
5月から4つの新色の発売も順次始まる。同月末までに計1万冊を増刷する予定だ。まあ、こちら黒とか青とかピンクとか緑とかこんな感じですね。はい。で、発売元の読売旅行出版社によると、鉄人帳は7月10日に発売され、8月初めまでに完売した。本県から参加する、阿武隈急行と会津鉄道では、発売当初に各110冊が割り当てられたが、両社とも発売から数日で完売。やっぱりこう、都会に近いところにファンがこうどっと来るんでしょうかね。はい。その後、各20冊を追加販売したが、いずれも3日で売り切れた。会津鉄道総務部の、湯田仁志次長は、鉄人帳が会津鉄道を訪れ、会津地方を訪れ、良さを知るきっかけになればと喜ぶ。はい。18日からの追加販売は当面購入のみで、9月8日頃からピンク、緑、水色、黒の4色を順次追加する。鉄道会社ごとに部数や色が異なる。鉄印帳は自社をめぐって御朱印を集める御朱印帳の鉄道版、地方鉄道を運営する第三セクターで作る、協議会が企画し、読売旅行と日本旅行が協力している。本県関係では阿武隈急行、愛鉄道のほか、本県の都市圏を結ぶ、野岩鉄道が参加しているとあります。はい、ちょっと新しい情報ですね。まあ、とりあえず増刷分はまず紺色ですね。で、9月8日頃からピンク、緑、水色、黒の4色が発売完売。で、ただ、まあ、どの色がどの鉄道会社に行くかというのはちょっとはっきり分かってないみたいですね。はい。なかなか、1万冊でもどうかなとは思うんですけど、特に色が違うということで、紺色を買ってない人でも、やっぱりピンクの方がいいとか、やっぱり青がいいとか言い出す人もいそうかなというふうには思います。この、書いてあるんですが、読売旅行出版社なんですが、特にアナウンスは出てないんですよね。まあ、探し方が悪いのかもしれませんけど、なんでだろうなという感じです。はい。まあ、ちょっとアナウンス出してみてほしかったなとは思うんですけど、はい。特にこのトップページなんかにも割ればいいとは思ったんですが、なぜかコロナウイルスの対応に止まってるんですね。はい。ただしですね、こちらの、Facebook のページにはこういった形で出てます。ちょっと見ますね。はい。お待たせいたしました。新色も登場。鉄印帳追加販売スタートということで、こんな感じなんですね。はい。で、まあ、記事でありましたけど、今回の増刷では新色も登場。まずはスタンダードの紺色の発売を皮切り、9月8日頃にはピンク色、同15日頃には緑色、24日頃には水色、10月1日頃には黒色が変わり、全5色での展開となります。はい、そういうことです。そしてまずピンク色が始まる。で、10月には黒ということで、こちらのですね、増刷分の販売については各鉄道会社によって部数や取り扱い色が異なります。お出かけ前に各鉄道会社へお問い合わせくださいという感じにはなっていますね。実際いつ追加販売になるかですが、そういうのについてもちょっとまだ詳しいことは決まってないみたいですね。とりあえず9月18日から、まあ、こういうのの追加販売が出ているな。で、おそらくですね、まあ、こういう、こちらですね、こちらの群馬の渡良瀬鉄道ですとか、こういったもう首都圏に近いところなのか、やっぱりちょっと多めというか、集めというかに配布されているのではないかなと思いますね。この災害があったこの熊彦の鉄道、こちらですか、ずっとしました、日頃連接する熊川鉄道などは、まあ、ちょっと少なめというか、まあ、薄めというか、低めというかに配布されているのではないかなというふうに思いますね。で、そうですね、こういった感じで、大阪はないんですか、ただ京都ですとか、そういったところだとやっぱりファンがどっと押し寄せそうなので、あとこう、まあ、首都圏に近い、会津です、会津茨城、会津の福島で、会津鉄道ですとか、あとまあ茨城の鹿島臨海です、まあ、その辺なんかはやっぱりちょっとファンが、鉄道ファンですね。どっと押し寄せるだろうなということで、まあ、多めに配布されているのではないかと思います。ただ、詳しいことは分かりませんので、こちらですね、まあ、各鉄道会社の方に問い合わせてみてくださいということだと思いますね。はい。で、まあ、こういった感じで、ちょっと記事にもありましたけども、こちらですね、全部回るとですね、カードが、はい、これです。こちらでしょうか。こちら、ずっといきましょう。こんな感じですね。で、これで、これですね、40社すべてを集めると特製のカードを入手できるというのがありますので、まあ、そのあたりにやっぱりこうコレクター心をくすぐる仕掛けですね、あとこう、まあ、各社ごとに違うものを集める。で、まあ、ちょっとこれは他の記事でもあったんですが、やっぱりちょっと季節によって変えたりですが、とにかくそのイベント時には別のこう鉄印を作るなんていうと
確保しているところもあるので、まあ、そういったところでこう同じ鉄道ですが、駅でもやっぱり2度3度訪れたくなるような、こう要はリピーターですね、そういったものを作る仕掛けといいますか、まあ、企画にもなっているんだと思います。記事にある通り、40社中33社が赤字ということになっていますので、まあ、300円から以上ということです、まあ、500円とか、まあ、そういったところもあるかと思いますけども、まあ、なるべくお金を払って乗って、こう鉄道手帳のコレクションにつなげてもらえればというふうには思います。はい、今回の記事ですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひクリックして読んでみて、この鉄人帳のコレクションを参加してみてはいかがでしょうか。はい、今後もこうした形で、地方社の利権先生や良い認知や楽しみで皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここです。ありがとうございました。